さて氷の町の黒い宝箱を取れたんで、今度は火炎の表面の黒い宝箱、あーここあれか、ケルベロスのあのなんか歯車のところか、どこだろうね黒い宝箱で。オービは6匹やるか。さあまあまあ普通に、俺バンバン使いつつって感じだ。懐かしいこの感じ。まずそこか、1個目。うわー逆回りしてる、あぶねー。ここの転がる岩って多分あれだよね、踏んじゃダメなやつだよね。いやーちょっとここまで来たら止まってくれよさすがに。一回あそこで魔法使うとダメかもしれんね。また懐かしいこの感じ。神馬だとここあのあれだよね、シャレ神戸のやつが出てくるんだよね、ビヨーンのやつが。1個目、いやでねえか。さあこの先とかに黒宝箱だと結構きついよね、地面なくなってっから。まあクリアを目的とするんじゃなくて、宝箱探索がメインなので探索します。たまに目覚める。冬眠とは言わねえよな、なんつうんだろうね、ここ何から目覚めてるんだろう。これ魔法があった方が多分ダブレイ、一回使っとくと安全かなっていう気はする。さあここオービーがいてで、そろそろ一発使っておきたい。ああこれ宝箱出す余裕ある？ここに黒あっても困るよな。やつら復活してんだな。あいつをな、あのカニワサミをな倒せればいいんだけどな。危なかった、倒すの結構大変なんでね。危ない危ない危ない、魔法使っとこう。ほっ出てくる、危ない。一番上まで行って、その落ちる床を突破してから魔法にするか。待って待って、ルートをちゃんと選定しねえと、背景ごと崩れてんね。サンダーでも倒せないんだよなあれ。
なんとか、なんとか生きてる。早い。やった。下から当たんねえかな。倒せませんね。上を通んないと。あっ、これな、見切らないとダメですね。またこれやるのかって感じだな。一周目の火炎の街、懐かしい感覚。ここはね、あの火力上げても意味ないから、鎧黄金でもあんま変わらんよね、難易度はね。ひたすら避けるステージっていうか。なかなかしんどいね。あのサソリくんが一番しんどいかもしれない。そこで使うのかっていうね。これ戻ったらどうなんだろう。なんかあったりしない？ねえか。動きをちゃんと見切ろうね、あいつのね。いやっ、うっと尖ってる。鼻がとんがりコーンになっとる。あの風車の足元が崩れない岩なの、岩じゃない、崩れない地面なので、そこまで行って、いや、まあそこで魔法使ってもなって感じだよな。宝箱、黒宝箱、まあ、黒ウーロンみたいな感じになってるけど。うわ、迷っちゃった。ジャンプで避けるか逃げるか。いや、ちょっと、しかも2セット出てた、今戻っちゃったからか。やべ、おい、あいつはそんなに急に目覚めても脅威ではないな。魔法を使う場所と、あとあいつらを避ける方法よね。うわ、取り残されたね、今。この宝箱なかったっけ、なんかどっかに。裏か。あ、もう押してきてる。早いな。ここクロスしてるの無事。時間的余裕あんのかな、あれ。うわ、出る？出ません。役目じゃないんだ。あれ潰されるのかな。で、そこな、ちゃんとこっち行かないと多分上には行けないようになってて。うわ、おー、しまった、溜めてるとダメだ。足元ばっか見て、今トンボ完全に見えてなかった。早いね、これ。しまった。まあ相変わらず地味にむずい。で、これ後半あれか、フォックスか。またフォックスがまたむずいのよね。
最初は貯めてない方がいい。これそこ鬼門すぎん。1個目、今炎の音聞こえたけどね。やべ、危ねえ。サンダーで倒せないよね、あのアリ地獄ね。いっぱい食らうの前提？そんなバカなだよね。あんな待たないといけないの？当たってねー。結局出ないよな。やばいやばい。あ、出ないよね。どこだっけ、二つ目のなんかあの何、難かったっけここ。やべえな。どこだ宝箱。むじいな。氷の町に比べて炎の町の方が全然むずいので、初プレイの時は先にこっちをやってしまったせいでかなり折れそうになったんだよね。実際やってみると氷の方が全然楽だったよっていう。まあいやでも相当氷もあれか、やったわ。多分ここ、これにしとかないとあのトンボがすげえ嫌な位置にいて当たんないよね。見極められてない。こんなところに黒い宝箱あるとは思えないので、あぶね、かなり無茶した。これは OB。 ほっほっ、あ、当たっちゃった。なんだろうな今の。まあアホだな。きつくないこれ。あ、レッドアリマいるんじゃなかったっけ。あべ、あー、きつい。ここサンダー抜けか。サンダー抜けだ。そこで宝箱出すの無理くない？ここでこれなっちゃうとあれか、あの転がる岩のところで魔法使えなくなっちゃうんだ。いけねえ。ちょっとここがねむずいんですよ。あ、いけるわ。で、あの後ろから飛んでくるあいつらのところは多分サンダーでなんとかしようぜっていう感じじゃねえの。黄金で来れたはいいが、
好威力、好威力。うお全然、めっちゃ数多かったじゃん今。ちょっと時間無理。うわぁ、うわ、なに今の、ためなかったよ。ちょっと、止まるんかい。いやおとなしくサンダーだ、やっぱ。ここは黄金の意味は本当あまりないわ。後半で多分意味が出てくると思うので、いや悲しみ。取るんじゃねえぞ、絶対取るんじゃねえぞ。取るぐらいなら死んだ方がいい。いけるな。垂直ジャンプしないといけないところさえ突破すればもう普通にいけるわ。うわー、いけねえんだあれで。やっぱ左回んねえといけねえんだそこ。超厄介。あっ、お前かい。そうだね、まだ見ぬオービーがいる可能性があるから打ちまくっていこう。打ちながら、その今の2つ並びは結構地獄よね。あーきつい、きつい。ここカッチカチやで。岩が来るよ、転がる岩よ。いや転がってねえけど、飛び跳ねる岩ってどういうこっちゃ感はあるよね。いけるわ。この先が非常に難しい。結局ここまで行かないとダメ。いや意外と、意外と乗れてなかった。うわー、なんで2個も持ってんの。うわー、貝殻みてえなやつ。シンプルに2周してるっていう気持ちになってきた。黒宝箱、黒宝箱、どこだろうな。やっぱ後半かな。歯車があるところとかが一番そのありそうだよね。無理、歯車のとこまで行っちゃうぜ。だからさっさとな気がする。なんだ、またか、落とし物かい。うわ、当たってねナイフですか、やっぱりナイフですか。わかりました、アブラン。一発投げたことによるその隙で、隙のせいで踏まれる。やめちゃってんな、厄介だな。あぶねー。元気いっぱいな岩が元気いっぱいってどういうことっていう感じだけどね。うわ、当たっちゃった。うまくいかねえなーマジで。
サンダー使えねえ。カーズが尋常じゃねえ。ギリギリ。どこまで来んだお前。きついきついきつい。ちゃう。ちゃう。スピア。うん。で、嘘でしょ、これで、ここで、その密着。参っちゃったな。後ろから飛んでくるところは結構高さが変わってくるから、ちゃんと当てて倒さないと。うわ、いや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 、やべえな。ほんとあれだね、あのかまいたちと一緒で、やばいパターンだとマジ避けらんないっていう。ふう、普通にナイフ連打の方が多分いい。いやー、いっちょ、うわー、カズがとりあえず、やべ、あぶね。ここまで来ると、時間関係なしに多分来るんだな、あれが。あぶね。旗まで逃げよう。あ、やっちゃった。それ、あの足場があると思ったやつだ。多分一周目でもやってる。落ちるんだな、そこ。参っちゃうね。あと、あそこ OB 出たね。ネットの用意だ。ここからノーダムでいければいいんだよ。しかも2セット。オービー用意。宝箱は全然拾えねえな。シンマの方が分かりやすいところに宝箱あったイメージだね、なんか。
よしよしよし、使うか。でここちょっと段差高くなってっから場合によっては危ない。ダメギリじゃん。うわっ、それはダメでしょ。うっ、気持ちはわかるが、消した。またクラオビ取りに戻れないんだよね。いやまあどの道レッドアニマいたら無理だからな。さらば。あのオービーをどう取るかだよな。さあ来た、これだよね、地獄のボックス。予想ではここ抜けた先のハグルマンとこじゃないの、ありそうなのって。ないか。反応あり。1個目、やっと1個目。お、出てきた。うわーっ、来るねー。ダメか。そこのなんか一回ここで、あー、一回使うとなんかいい感じにならなかったっけ。違う時だっけ、シンマの時だっけ。宝箱1個か。じゃあ鎧使おう。いやまあこっちか。まずはこれなのかな、わかんねえな。どっちもあまり変わらない気がする。え、ま、ま、出てくるの遅くない、あいつ。どういうこと。ここでなんか3匹来るからあれを突破してからじゃないとやばいんじゃなかったっけ。で、さあどこ、右奥とか行ってみる。まず多分このエリアなんじゃねえかな。行っちゃうか。この辺とかじゃない？これはそれだ。この右とかさ、ここの上、ここにいるだけで怖いわ。上の方かな。右か左か。あの溶岩のとこ登ってくとこじゃないよね、さすがに。でねか、左上の方とか。
一回使ってみる。違うか。うわー、下投げ出なかった。ここじゃない？左上の方とか。わかんねえなー。連射力。お前おせえ、出るのが、あ、出ねえ、あー、弾出ねえ。なんかね、2連射可能なんだけど、2発目がね、どっかに当たらないと出ないのね。うおっと、え、何この成長の遅い植物。成長が遅い、栄養がないのか。あまりだからやっぱナイフじゃない方がいいかもしれない。あ、違う違う、弓じゃない方がいいかもしれない。外した時は本当にきつい。あれ、成長が遅い、栄養が貧弱。まあ、これでもかなりフォックスとしては抜けにくい。うわー、あぶれ、うう、あれで結構落ちちゃうのかな。危ないよな。覚えてる覚えてる。遅効性ディレイトラップ。左上の方に行ってみよう。そこも出る。いぞ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 。3連来た。あぶれ。左上の方に登ってってみよう。シンプルにこの辺ないか。エンドレス？雲。上登れねえ。いけねえか。出て出て。やべ。そっち行くか。いやー、左上の方がまだ見れてないから、そっちか。乗れねえな。これに乗ると出るのか。あれはこの辺はやったっけ。そっちの上に行きたい。この辺で一回また使いたい。出ねえか。ここでまた使いたい。それは違う。うーん、どこだろうね。食らっちゃったら取り戻るよ。
あの中段まで行ってみる。あー、そこまで落ちるのね。それが運命。上まで行ってみっか。右上行けるんだっけ。そっち、当たって、この辺危ねえ。ちげえ、どこだろう。こんなとこ出ないよな。あったー、ここか、こんなところか、お前。はい、じゃあケルベロスをどうやんだっけ。取ってない。来てる来てる来てる。いやー、宝箱だ。きついなー。よし、最初からでいいのかな。最初からだろう。最初めからやり直すでいいんだよな。一回マップに戻った方がいいのかな。保存になるから一回マップ戻ろう。よし、では火炎の町の表、最初からやろう。旗が全てリセットされます。いいんだよね。はい、ワープゾーンは出ているはずなので、またあれを突破するのか。あとあれだね、レッドアニマの前のところでオービー1匹助け損ねたから、つってもあと3匹って書いてあったな。どっかなんかナイフ当ててオービーを出す、なんかこう出す系なんだろうな。それがまだ見つけられてないので、うわー、あとそのワープゾーンのあの中をどうクリアするかだよな。簡単に行ける場所ったらいいんだけどな。簡単に行けない。取ってないよな、さすがに取ってないよな。いや、まあワープゾーンに入る直前に黄金使おう。多分それで、あとそれまでは探索使っていこう。オービーなー、どこなんだろう。うわー、早かったー。いやー、無理ー、タイミング完全にダメだった。ここを突破しねえとワープゾーン行けねえとか、やだな。つか後半かもしんないな、またあのホールがあるのは。後半の方が楽だな、前半より。あそこの砂地獄んとか一番やだ。ジャンプが早すぎると食らっちゃいます。ペコンペコンなかったっけ、あの辺。もういいか。ここまで行って、いやー、あかんね。きつい、これ。運良くないといけなくない。運よく
アリ地獄がこう別のところにいるとかじゃないと相当きついぞ。無駄に出す。この辺にあれ ないな。ナイフ当てるとさ、こう、いやーちょっとどういう動きこれわかんねえ。ワープホールどこ、ワープホールどこ、後半な気がする。結局うわー止まるな、お前なぜいいタイムで止まる、お前えぐいなあ。あそこやっぱサンダーで抜けたい。だから今使っちゃう。あぶね。ジャンプ中に投げると足止まんないんだけど、歩きで投げると足が止まるから、その一瞬の隙によってね、結構くぐり抜けられなかったりするんだよね。一瞬の判断が面を分けます。ここか。あー復活した、間違った。音がかわいい。あれを出す意味あんのかな。で今3段になっている。絶妙に当たんない。くー鎧でいい。さあ鎧が失敗か成功か。あと OB 用のネット、ネット、あぶれ1000点。あ止まるんじゃねえ。いやちょっとなんで、うわあ、うわあ、きつすぎ。はい。ここ出ませんでしたね、あれが。あぶれ。勝つ。おー完璧完璧完璧。でホールどこ、うわちょっとレッドアリマいるんだよ、もう追ってきてるわ。場所だけしろ。抜けたった。すごいタックル。でオービー助けられて、あとは本当にホール行くだけだから、もう鎧ですよ、そりゃ鎧ですよ。あれ今ペコって言わなかった、あれ俺の気のせい、聞き違いか、聞き違いだな。あぶれ。でホール、ホールどこ、まさか
あれを、わあ落ちる、ここ嫌な距離だよね。危ね。出る。あ、落ち。めっちゃ連打、めっちゃ連打。わあどうしよう、夜使うか。あぶれ。結局あの、あん中なんだ。あれがあんの。あぶれ。ホール、ホール。ホール？どこだ？降りてみる。ホール？やべ。右の方、左の方？あ、そんなところにあんの？変なとこにあんな。行くぞ。さあ、お前ら、うわ、ここで、ここでいいじゃん。掘れねえから。ありがとう。おー、ありがとう。まあ、いけるいけるいける。よし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 。さっきのあのあれとは、氷のあそこと、あー弾出ねえな。大違いだね、難易度が。で、宝箱があった場所に戻してくれんのかな。うわ、ま、なぜに。よしよしよし。これも最初ね、あの無理やり行こうとしてたよね、なんか。うわ、出る？出ねえか。くっ、いけたか。へえ、よし、どうだ。あと1匹ぐらい。まあ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 、分裂。なんだっけこれ、覚えてねえや。いやー、よし、じゃあね、これで、いいんだな。